お、始まりましたね。あ、始まってんの。始まってるかい。もうすでに酔っ払ってますね。早いっすね。じゃあ行きましょう、いつもの。はい、わかる。行きますよ。ベロベロですよ。早い、そうですね、日曜のこの時間だいたいベロベロだから。行きますよ、はい、はい、ニコナイツ。アイドルみたいですね。お、ちびちゃん。どうも、ちびです。ちびちゃん、ね、え、身長はいくつですか。150ギリ。お、あー、かわいい。ギリ150ギリ、それかわいい。アイドルちっちゃくても全然かわいい。アイドルでしょ。アイドルじゃないの。アイドルではないです。アイドルじゃないんですか。アイドルじゃない。アイドルじゃないんだ。主に何を。主に人の髪切ってます。あ、そうだ、美容師。そうだ、美容師。あ、一緒やん。あ、マジですか。そうだそうだ、美容師。ヘアメイクじゃなくて美容師。美容師。おお、ヘアメイクもできるんですか。ヘアメイクまで。おお、もともとヘアメイクです。すごい。なんか美容室始めたから。そう、最近。あ、じゃあ一緒にやればいいじゃん。あ、じゃあぜひ。マジですか。ぜひ。すごい。業界何年くらいですか。6年ぐらい。あ、じゃあもうバリバリできる感じですか。やってます。あ、だからね、そんなおしゃれ、腕がおしゃれって感じなんです。おしゃれです。腕のおしゃれと髪は関係ないよな、ですね。すごいね、紐かと思ったらタトゥーだから。うん、あ、そう、巻いてるみたいな。なるほどね。おしゃれな感じで、腕が。おしゃれ、だってなんか、それあれでしょ、個人儲けみたいなやつでしょ。そう、個人のね、儲けっていうか、そろそろ自分でやりたいなと思って。あ、うん、うん、それ、そこでやれば、身内をね、ああ、言ったよね、でもね。あ、そうそうそう、うん、え、ずっと歌舞伎町でやってたんですか。歌舞伎町やってないですよ。どこでやってたんですか。巣鴨でやってる。あ、巣鴨。巣鴨って。巣鴨。巣鴨。これまたなんか、もうおばあちゃんの。そっちしかいねえ。あ、そっち。これもうおばあちゃんの、ね。あ、巣鴨か。巣鴨。間違えた。巣鴨のソップ場は40以下はいないですよ。40以下いない。ウグイス谷と勘違いしたわ。巣鴨ね。巣鴨。カズさん、お店どこでやってんのって。あ、もう歌舞伎町で、区役所の前でやってるんで、ぜひ来てください。ちょっとね、フリップボードとかに。フリップボード、フリップボード。フリップボード、はい、フリップね。書くやつ、うん、書くのね。いや、ああいうの、じゃあ書いといてよ。はい。どこに行ったの。どこに行った、うん、前、ここら辺にありました。そうそうそう、なんか。うちの店バレたでしょ。なんてとこ。巣鴨の美容室バレてますよ、これ。めっちゃ派手な。そう、派手な髪できると。いいね。じゃあ個人的にね、だってそれ、はい、自分でバックあった方がいいですよ。そうですね。あ、テレビで見たことある。ありがとうございます。なるほどね。なんかあれじゃないの。怒ってることとかないの。怒ってる。怒ってる。俺ね、例えばだとしたら怒ってること、怒ってること、うん、いや、そう。いや、めっちゃ払った。この間、本当にドンキ、大宮のドンキか、大宮まで行ったんですか。大宮ドンキ、大宮のドンキで、はい、そうそう。ああ、ライブの時の。いや、まあ大宮にね、ライブで行くから、はい、行くんだけども、その際シュシュが、はい、全部100円っていうコーナーがあった。シュシュ、ここのシュシュ。シュシュね。はい、うん、で、それ持ってったら、300円、300円で600円ですって言われたの。え、500円って書いてあるの、うん、いやいやいや、100円のコーナーから持ってきたからってなるじゃん。あ、100円のコーナーがあったんですね、うん、ドンキの中に。で、言ったの。はい、そしたら、なんかもう確認取り始めて、はい、
なんか本部みたいなところに少々お待ちくださいなんですね、うん、なんかどうのこうの、いやいやだから見りゃ分かるじゃんと100円のコーナーから持ってきたんだから100円やろと普通ね100円のコーナーのことも、ね、でそれもう電話してさもうすっげえもう10分ぐらい電話してるの長え、いやいやもうだったらもういらねえしって思うけどまあ可愛いシェシュだったから確認するのに欲しかったそれでなんか100円のところ確認しに行って結局もうはっきりしてその100円のコーナーだからあの叩き売りだから同じものがないわけよ。で同じものがないからあの100円にできませんって言ってきたの。いや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 疑われてるわけよ俺が違うコーナーの趣旨を100円って言ってるって思われたわけよ、はい、腹立ってたの。いやいやいや同じものがないから100円にできます。そんなこと言ったらね、だってこの先最後の1個全部売れないですよって言ったの。確かにそうじゃん、うん、そうですね、最後の1個全部売れねえじゃんそんなこと言い始めたらと、はい、そしたらそれをしかとし始めて、はい、いや俺も3回ぐらいやった。え、じゃあ最後の1個どうするんですか、はい、しかと。めっちゃ怒ってる。いや腹あいつ腹立ったな本当にマジで。あの女確認するの10分もねかかるの、かかるの疑われ。いやしかとだよ。え、最後の1個の時どうするんですかって言ったの、はい、それしかとそれ俺3回ぐらい聞いたの、はい、いやその手法だと最後の1個絶対売れませんよねと、うん、俺はまだ色違いがあったから、あ、じゃあ100円ですってなった。あ、なった最終的には、うん、最終的になったんだけど、でもその感じだと、まあ、そうね、最後の1個絶対売れないじゃん。同じものがなかったら100円にできませんって言ってるわけだから、はい、うん、本当っすよね、うん、最後の1個、ね、最後の1個どうするんですかって聞いても、それしかとすんのよ、そいつが。え、結局買ったんですか。買ったよ、いい趣旨だから。100円で買えた。100円でこれはいいなと思って買ったんすよ。それ気をつけてない。あいつ、ほんと腹立ったな、マジで。しかとする、普通だって。しかとはないですね。なんも聞いてないふり、なんか。いや、俺3回ぐらい聞いたの。はい。え、どうすんのこれ、最後の1個の時どうするんですか。あんまめった手に切れないけど、そのシュシュしてきてほしかった。そう、今シュシュしてんのか。どんだけ可愛らしいし、あ、あるある、あ、シュシュある、ほら、あ、ドンキーで買ったやつこれ。あ、ぽいぽいぽい、カオスさんぽい、似合いそう。ぽいぽい、可愛いでしょこれ。ぽいぽいぽい、カオスさん似合いそうなデザイン。これで100円だったら買うわ。だって確かにぽいぽい、そう、間違いない。何あいつマジ、何しかとって大宮のドンキーの、大宮のドンキー、ドンキーに100円コーナーなんてあったんですか。知らなかった、あんま見たこと。いや多分叩き売りじゃん、もう余ったやつを。だから余ったやつだからさ、そんな同じものがあるわけがないんだよ、そもそもが。あるわけないわけないけど、カゴの中にごちゃごちゃになってたり、うん、で同じものがないから確認はできない、うん、100円にできませんとか言い始めてこいつバカかな。そのね、100円のそのことを分かってない、把握してないと思うんですよ、うん、あんま重要じゃないからね。どうしかとだよ、どうしかと。あいつちょっと腹立った。まだ若い。そういう腹立ったことないんですか。腹立ったこと、腹立ったことあるでしょ、普段生きてたら。あー、久しぶりに腹立った。なんかあるの、そんなに。あんまり、ね、言われるとないよね、うん、俺あんま、その時は俺もね、あんま覚えてないんです。その時は思うんですけど、なんかそう言われるとあんまり。なるほどね。ってことでちょっとね、宣伝していいですか。ああ、いいよ。どこまで。でもあんま簡単にしか書けなかったけど、これは今回書かない。いや、ひもう下手か。そう、下手、全然難しいんだもん。そこら辺、そこら辺。そう、今売りはカットカラーキャンペーンで3500円でやってるんだ。これが売りで、はい、お願いします。どんどん電話かけてほしいです。あ、まあまあ美容室があるからね。普通カットカラーホットペッパー見ても、あ、安って。そう、安くても全然カラー剤とかいいの使ってるし、そう、ちゃんと丁寧にやるんで大丈夫、うん、一緒にやればいい。一緒にですか。あ、ぜひね。そう、
お客さんが来ればちゃんと給料も払えるので。ああ、いいじゃん、いいじゃん。はい、ぜひもうカットカラー3500円はなかなかやってない。ホットペッパーでもだいたい5000円が。そうなの？はい、平均5000円くらい。最近多いのは4000円で行ってみたらフルカラーにすると1000円プラスになりますよみたいな、そういうパターンが多いです。どこでうちも7000円くらいだからめっちゃ安い。あ、7000円カットカラー、カットカラーでこう、だいたいね、そんくらいします。いいよ、ここでやって半分もらえばいいよ。そういうことでしょ。はい、自由に、自由な感じでやってる。うん、ここでやってもらえば、半分もらえばいい。あ、そうですね。うん、そう、カオスさんにも、カオスさんも来てください。俺がやることないやろ。エクステもゆくゆくはね、やりたいんで。エクステ編みますよ。あ、やるの？あ、そうだ、巣鴨のお店、エクステもやってます。巣鴨のお店、エクステやってます。どんなお 客層なんですか？客層は、なんか派手な髪色のとか、バンド系とか、ダンサー系とか。へぇ、ああ、来るんですね。奇抜な人が多いですね。結構巣鴨もそういうね、いるんですね。そう、もう俺の中ではおばあちゃん、派手なおばあちゃんがいるイメージ。派手なおばあちゃん、それ巣鴨じゃん。だから巣鴨。あ、巣鴨。派手なおばあちゃん。派手なおばあちゃん、巣鴨にしかいないやん。そう、全国にもおばあちゃん。そうね、髪紫どもね、大阪のおばちゃん、だいたい巣鴨でしょ、そら巣鴨にいるんじゃん、そういうおばあちゃん行くんすか。いや、いるんじゃん。巣鴨いろいろありますね、キャラクターの、ゆるキャラの巣鴨。そんなね、チーンに行くかどうか。おすすめスポット、おすすめスポット、巣鴨の。ちびちゃんの怒りないの？え、特にでもいるでしょ、だってなんかお客さんとかで、何？いやでも何っていう。あ、お客さんで、あ、美容室のお客さんでイライラしたことあります？もうなんかよく深夜とかでやってると、もうこんな眠たそうで頭グラングランやね、お客さんたまにいないですか？あ、それいますよ。それでエクステとかね、確かに。あ、この間いましたつけれないやんみたいな感じの。でも眠い中来てくれてるわけだからね。もうか完全にほぼ寝てますから、ね、それいつものことなんで、ありがたいことやん。寝ながらも頭を押さえる。いや、全然エクステもこんな編み込みできないです、こんなグラグラされて。あ、でも慣れてさ、あと頭を押さえる係の後輩を使う。あ、そうなんだ。ねえ、本当押さえながらやんなきゃできないくらい。前と後ろで押さえてもらって。どんな寝てんの？寝てます。いや、それもう気づかないぐらい寝てんの。なんか、あ、私なんか全然そうやって美容院とか寝ないでって5分後とかに寝だすとちょっと焦ります。寝てんじゃんっつって全然起きない。流す時めっちゃ叩き起こすみたいな。流します。シャンプーしてる時寝てくれるのは全然、あ、シャンプーの時はね、いいんだけど、もう戦術中、なんかもうカットでもカラーでもやってる時にもうあれ困っちゃう。こんなグラグラされたら前髪切ってる時とかちょっとやめてほしい。怖い。うん。ああ、前髪だからね。それで文句言われてもね、ここめちゃくちゃじゃんって言われてもね、仕方ないし。しょうがない。動いたんだもん。感じになっちゃう。それはでもよくあるある。あ、本当寝ちゃうんだ。そう、怒るとかじゃなく、なんかあるあるな、ちょっと困る。寝ちゃうんだね。なるべくは起きててほしい。寝ちゃうお客さんいますね。まあまあ気持ちいいからね、頭マッサージとかされたら。あれ、でも私も寝ますけど。気持ちいいから寝ちゃいますよね、それはね。髪の毛さられるとね、眠くなる子は。髪触られて眠くなるじゃない。いや、それはマッサージ。いやいや、いますよ、髪の毛さられると眠くなる人結構います。眠くなる、催眠ですよ。もう5分動きが止まると寝ますから。いや、いますよ、髪の毛触られると眠くなる人結構います。まあ、じっとしててってなると、まあ眠くはなるだろうね。う、眠くなる、眠くなる。ちびちゃん、ど、店どこでした？あ、店、巣鴨です。あ、巣鴨の、5回くらい言ってる。巣鴨のちびちゃん、巣鴨のクリップジョイントゴットっていうやつ。うん、行けば、まあ、ちびちゃんは癒してくれるんですね。いますよ、毎日いますよ。あ、本当に。え、定休日ないんですか？火曜日です。あ、火曜日。まあまあ、美容師だったら大体火曜日休み。だいたい火曜日休み。火曜日。だいたい火曜日休みが多い定番。
そんなよ酔ってるの分かんないですよ。酔ってますよ。分かる。酔ってますよ。分かる。なんで分かん。何飲んだんですか。いやだからゴールデン街のなんか祭りがあったから、ね。ああ桜祭り。そう。今日いろいろねタイムラインに書いてありました。あそっか行ってないのか。みんなタイムラインで書いてゴールデン街のさなんか祭りがあったから。あれ来た。酔うよそんなもん。だからだって1杯500円でって書いてたらそうそうそう、もうね、変なもん混ぜられるから焼酎とか混ぜてんねん、ビールに勝手に。いや、もうそう、知り合いのとこだから。あれさ、手塚小間劇はね、あれですよ、まあ、小間劇もやってんだよ。あ、今日、ま、え、祭り、ハイボール祭りみたいな、あ、やってましたね、やってました、やってました。さもう飲むよ、もう寝たいよ、もうすでに今日はじゃあすでに CM ちゃん。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。周りに見たいですね、その桜祭り。一日だけなんですか、今日だけですか。あ、そうなんですか。ゴールデン街のそのお祭りがもう終わりみたいですよね。一日限りなんですか。今日よくみんななんかね、タイムラインとか書いてました。あ、なんか今日めっちゃみんな乗ってましたね。すげえ楽しそう。1週間くらいやるかと思ったら一日で終わりなんですか。ちびちゃんとは花見だよ。花見です。まあ花見とか海とか。あ、去年海行きました。うん、江ノ島。そう、はい。リタには来たことあるんですか。ないんですよ、それが。言ったらあんまそこまで知り合いじゃないかもしれないですね。いや、なんかすれ違いぐらい。うん。うん、毎回。今日はどういうノリでそういう何。今日今から飲みましょうっていう。たまたま生放送とかぶっちゃった。そう、飲もうからの、なんかこれからやるってからじゃあ、あ、そうそう、生放送があるから、じゃあ出ようかみたいな感じですか。いや、出ようかなんて言ってないよね。いや、もうしょうがないから出よう、出てるんだけど、これからやるから行くよ。いや、これから飲みますよ。これからはね、やっぱゴールデン街のあれだったんで、そう、手塚真希が待ってるから、真希さんの、そうそう、あいつのところ行って、真希さんのそのバックステージっていう美容室はね、どうなんですか、繁盛してるんですかね。バックステージ言ってたじゃないですか、香織さんが言ってたんです、うん、あまり記憶にいない全然知らないけど、そうそうそう、真希ちゃんと会いに行かない。まあさっきも飲んでたんですよね、マキちゃん。あいつも適当だから。わからないで、ね、手塚マキちゃん。有名ですよね。何ですか。まあいろいろ、ちびちゃん何歳。ちびちゃんは25です。若いね。まだ若いね。25です。それもう6年も美容師やってる。そうだ。おー、すごい。若い、ちびちゃん。いやでも19から10代から美容師や。10代からやる。え、学校は？学校が一回ヘアメの学校出て、そのまま一回ヘアメとして入って美容学校出てみたいな。え、美容学校は通信で。通信で。
あ、通信で。あと働きながら美容免許を取り。俺も通信ですか。あ、マジですか。仲間です。どこ、学校どこですか。東京総合。池袋。あ、袋。袋。だからスケール。ちっちゃいところ。うん、まあでも若いからね。はい、まあ、全然まだ若いです。 25です、ね、若っ。いやもう最近いろいろつらい。ピチピチだもんね。なんか年下が増えてきて悲しいです。あ、最近お客さんにも仕事の人。カイト何歳？いや俺もういい年じゃこれ。30は余裕で超えたくらい。なんで、あやふやにすんの。いやもうね、あんま年言いたくない感じになってきますよ。なんで、何なの、なんで年を言いたいの。まだ若ぶっていたい部分がある。もうちょっと若ぶっていたいの。若ぶってる。そう、若ぶってる、大事ね。これでも生き方次第だよ。カオルさんあんまね、別に年とか大丈夫です。いや、全然もう38だから。若く見せたいとか。もうそろそろ40になっちゃうからね。あと20年しか生きれねえよ。早くないですか。早死にで。早いっす。いや、大体60で死ぬでしょ。だってゴキブリとか食って、なんかね、寄生虫とかも混ざってるから。怖い怖い。ほんと、危ないっすよ、顔。60で死ぬでしょ、大体、人なんて。あと20年だよ。ほんと、虫食べて。タイムリミットだよ。前ものライブでも虫食ってましたよ。あ、コオロギでしょ。コオロギなんて食ったところで。ゴキブリも食ったとか言わなかった。コオロギは大丈夫じゃないですか。コオロギ食ったところで別に何もねえよ。あいつだってイナゴみたいなもん。エビだよ、エビ。エビ食うじゃん。はい。エビ食うのと一緒だから。ああ、まあ確かに食感的に多分。昆虫とかなんか危ない。寄生虫がいそうだ。嫌なの、コオロギ食うの。いやいや、コオロギの中にもいるかもしれない。コオロギ嫌なの、食うの。はい。嫌なの。生きてるやつですか。いや、食べれる。そう、生きてるやつ。嫌じゃない。いや、多分大丈夫。私、イナゴとかめっちゃ好きだから多分大丈夫。大丈夫なの？多分大丈夫。イナゴは食べれるじゃん。なんか。え、でもちょっと生きてるやつは口の中でちょっと動き出しそうだから、それがちょっと怖い。え、何？じゃあ電撃ネットワーク入れるじゃん。死んでれば多分食えば。電撃ネットワーク入れんね。食えれるよ、コオロギ食えたら。コオロギ食えれば。そのぐらいの度胸があれば。そんなレベルなんですか。コオロギ食えれば入れる。コオロギ、いやだって結構結構電撃メンバーさんが虫嫌だって言うから。虫 NG が。だからその虫系が俺に来るわけ。ああ多分いけそうな気がしますね。今のところコオロギだけですか。コオロギ以外食いたの食べました。いや別に何でも食えるよ別に。あんなもん多分飲むだけだから。はい、噛んで飲めばいい。もうそうそう別に噛むと辛いっすよね。噛むと嫌だけどそのままのっくむんだったら。そうだ、飲み込むだけだから。飲み込むだけだね。いけます。いけるの。だけ女子で行けたらそれ。あ、本当入ったらいい。入れるよ。電撃ネットワークに。あそこだけは行けんじゃないですか。え、本当に。多分。あ、でもちょっと生きてるやつはちょっと逃げ出す口の中でちょっと動き出すのがちょっと。え、カルさんそのオーディションとか行ったんですか。死んでないけど。いや、俺だってオーディションでミミズバーガーやったから。おお。ミミズって口の味するじゃん。え、その時女のいました。いや、ミミズはもうそう土臭かった。超臭かった。女の土の味しかしないから。いやそうだから味わう間もないよ。ああ、もうただくっせえなって思っただけだよ。あれグニッとして土の味がぼわっとするんですか。ミミズ食べたんですよ。ミミズバーガーやった方がおもろいかなと。ここでやってました、ね、そうだからせっかくの電撃ネットワークさんのオーディションですから、そりゃ体も張るやろ、こっちも入りたいからね。それミミズバーガー食うよ。え、何人くらい受けたんですか。いやもう何十人と受けたよ、はい、そうでやっぱ今3人だけ新メンバーとしてやってきて。なんで4人じゃなくて3人なんですか。もともと4人じゃなくて。あ、違う違う、その新メンバーが3人ね。ああ、新しく書いてある。うん、そしてやっていけてるから。なんかあの、デンネコネットパーク、ネットパーク、まあ、なんかそっちがこっち側の名前なんですか、新メンバー。それは新メンバーだけで活動するとき、うん、他の人、いやでもね、いろいろいましたよ、うん、なんか、カッターの刃をひたすら飲むっていうのが、まあ、怖え、うん、それ危ない、いろいろそれできないな。
いろいろいますよ。カルさんできますか、勝ったの。いやでもそれは結局マジックだから。そうですよね、うん、あ切れないようになってます、うん、マジックだから。そのすごい、いやトリックはすごいよ。あけど体張ってるとはまた別問題だから。確かに。てかあのライブ何フェイスブックの演奏であの血まみれのねティッシュみたいな、あれはどうやってティッシュだ。いやーなほんとね。いや俺顔にホチキス刺すんだけど。ああそれになったんですか。そう別に自分でやる分にはいいの、はい、人にやれるのはちょっと怖い。そうでお客さんにとかやってもらってたのね。痛いところに顔ホチキスを、はい、でその南部さんってリーダーの、はい、この髪型の、はいはいはい、南部さんがいやお客さんにやってもらうのはあの危ないよ、危ない、あちょっとって言って、じゃあだから俺がやるよ。もらってペタやってて、そう南部さんがやるのが一番痛いんだよ。それであんな血ダラダラになったの。南部さんのおかげで南部さんが本当に壁に打つ感じでやってくるから。ドンってせえやつ。うん。打ち方が押しつけてやってくるの。本気のやつ。打ち方が大事なんですよ。なんかねひねり入れてくるから。痛い。斜めにね。痛い。えぐられる。本当に壁に打つ感じでやってくるから抜いた時にめっちゃ血出るのよ。あ、そうか取る時に。そう。ネジ。南部さんが一番痛いの。まだ客にやってもらった方がいいよ。お客さんがちょっと躊躇するからさ。そんなあんな血まみれになって南部さん。南部さん大丈夫って言われただけだよ。ちょっと心配、うん、大丈夫って言われただけだよ。文句言えないよ。渋谷のライブでそれ見た時全然血なんて出てなかったで。あでしょ。だから自分でやる分には平気なんだけど、南部さんがやると本当に壁に打つ感じでもう押し付けてやってくるから本気できちゃいます、うん、めちゃめちゃ血出るわから、うん、文句は言えないよそりゃ。南部さんって今おいくつなんですか。もう いい年ですよ、ね、だって還暦迎えたから65とかじゃない。おー、うん、還暦超え。そうですよね、だからコオロギ食えるんなら全然入れますよ。女の人受けたんですかそのオーディション。女の子も受け、あ受けてました。コオロギならいけんじゃないですか。マジで多分ほんと、ちょっとゴキブリちょっと辛いっていう。コオロギは多分いけますよ。でもほんとにミミズも多分 2,3 匹ぐらいだったらいけますよ。いやマジで土が土臭い。いやそれはだいぶ重宝されれます。土臭いけど、うん、いやほんと土臭い、ほんと臭いけど、あれはいけるの。多分それぐらいだったらいけます。やだよ、電撃ネットワーク入れるやん。いや入れますよ、本当に。あとあとね、あ5秒、イエーイ。おねえ、ちびちゃん美容室やってるんだよね。そむいてビクビクしてて掴めないような女心、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。